マドレーヌ・リオネは、フランスの女性ファッションデザイナー。バイアスカットの女王と呼ばれる20世紀を代表するデザイナーの一人である。フランスロワレケンシルール・オボアに生まれる。家庭は貧しく11歳でおハり子を始めた。18歳で結婚したが、娘の死に遭い、間もなく離婚。18歳の頃ロロンドンへ渡り、紳士服店で経験を積んだ。1900年パリへ帰国。 キャロ姉妹のメゾンに職を得る。彼女はメゾンの責任者。三姉妹の長女ジェルベール夫人から多くを学んだと語っている。1907年からジャック・ドゥーセのメゾンに入り、デザイナーとして活躍。この頃、コルセットを外し、素足で着る服などをデザインしていた。それゆえ、保守的なドゥーセの店では受け入れられなかったが、ポール・ポワレと共に、 クチュール近代化のパイオニアとされている。九百十二年、独立して、パリ1区リボリ通り二百二十二番地にメゾンを開店。第一次世界大戦中一時閉店するが、大戦終了後再開。三年後の九百二十二年、ハック・モンテーニュ通りへ移った。九百二十年頃から、日本の着物の構成法である、長方形の布を組み合わせた平面カットで服を、 発表し始め、その後、長方形を45度ずつずらして使われるようになり、バイアスカットへと展開していくことになる。バイアスカットについて彼女は知的所有権を主張し、類似品について、たびたび訴訟も起こし、ほぼ勝訴している。マドレーヌ・ビオネは、バイアスカットの発明者として、広く知られているが、彼女が活躍する以前から、バイアスカット自体は存在していた。しかし、 それは、服の袖など、部分的に使われるだけで、バイアスカットを服全体へ展開したことが、画期的であった。また、バイアスカットと共に古代イギリシャのスタイルを多く取り入れ、コルセットを外し、体のラインに沿ったシンプルなドレスを発表した。1930年代、キャサリン・ヘプバーンや、グレータ・ガルボなどにも愛用される大メゾンとなっていたが、悠久休,休暇や、近代的な食堂のほか 託児所などが設けられ、理想的な職場環境として知られていた。しかし、第二次世界大戦前にメゾンを閉店、主な財産を競売にかけ、その後メゾンを再開することはなかった。ファッションブランドビオネ、ビアネ。ファッションプレス、http://www.fashion-pres.net ススララッッシシュュスラッシュブランツスラッシュ299。 ありがとうございます。